やったら次の日に響きそうでやったら次の日に響きそうでできなかった。でも今日はもう、まあ、明日はリハだから、夕方からのリハだけなのでちょっとゆっくりできるから、ちょっと3連休全部のお礼をしたく配信をしようと思いました。でも言うてさ、3連休のこの全てのさ、全ての出来事がこの積み重なって疲れとか集約されるわけじゃないですか今日に。だから今日は配信短めにしようとかって思ったんです、始める前。なんだけど配信しようとこの準備をしたら、え、待って、絶対喋りたい絶対に喋りたいってなっちゃって、多分気が済むまでやりますので、ちょっとまあ疲れてきたら終わりにしますね、はい、何から喋ったらいい？いつからやってない？オールナイトフジコの前とかからやってないぐらいですよね。そのためにメールも、あ、そうだ、もうもはや送信予約じゃなくて普通に送っちゃった。そういえばお休みメールそうでした。気が済まなくて24時にはなった確かに気済まぬまま終わっちゃいそうだね、日付変わっちゃいそうそうかもしれない。え、何、どうしようどうしようどうしよう。オールナイトフジコ見ましたか？皆さんご覧いただけましたか？見ました、ありがとうございます、ありがとう。え、そうなの、リカさんがいらっしゃって、そうなんです、嬉しいよね。なんかこう卒業されてもこうやってグループのこと気にかけてくださったりとかね、赤ちゃんもいるんだって、すごいすごい。もう TVer で、はい、配信されてます。新潟でオールナイトフジコ放送してないんですけど TVer で見られるのでぜひ見てください。え、そうなんだよね、去年の夏にはまだリカさんがいたのにって感じですよね。なんか次の年には卒業生として隣にいて、ご結婚されてママになってるって、去年の私たちに教えてあげたい去年の私たちに教えてあげたい、そんな未来が待ってるなんてってなりますよねリカさんがピラティスだけ、あ、なんかそれファンの方自体に聞きましたなんかリカさんが配信で私のことをお話ししてくださったみたいで、ありがとうございますピラティスはやってませんやろうか考えた時もありましたがやってませんピラティスに恨みでもあるんか、わかる。あとクッキー作んなって言ってたらしいですクッキーは料理苦手なので多分できません安心してください言ってましたね、なんかね、そうみたいです。オールナイトフジコの日は磯沼がね、高校生で生放送で披露はできなかったので収録という形でお昼過ぎぐらいに向かって夜7時くらいに収録して、そこから1時半まで待ってオールナイトフジコに出ました。はい、でだから間の時間に3時間くらいあったんだけど、その時間私たち超可愛くて次の日の公演の練習してたの、可愛すぎないなんか次の日はるかの生誕祭の日で、はるかが久しぶりだからリハ全曲できたらいいなーみたいな感じだったんだけど、でもみんなさ前の日さ寝るの多分3時とか3時過ぎとかじゃないですか、
だからそれで次の日朝一で全曲はちょっと大変じゃないってなって、せっかく今時間あるなら、まあ、全員は揃ってないけどやれたらいいねみたいな話になって、そう、本番前、オールナイトフジコの本番前に思い出いっぱい公演の練習をするっていう、超かわいい。でもみんな体力を使いすぎないように立ち位置だけとか、なんかそんな感じで、なんかガチでは踊らなかったんだけど、マリナさんはすぐ眠れるようにって言って、マリナさんが一番元気に踊ってた。かわいすぎる。マリナお姉さんが一番元気に踊ってました。そう、いや花火衣装はねシワになっちゃうからあの脱いでました、はい、でもリハーサル予定じゃなかったから、私めっちゃタイトスカートできちゃって、タイトスカートで思い出いっぱい公演踊ってました。そうで、みんなで思い出いっぱい公演の練習してて、なんかそれもあの、まあ、自主練みたいな形だったから結構マイペースな感じでみんなでやってて、すごい和気あいあいとしてて、でもう12時回ったよみたいな。もうみんなテンションがおかしくなってきて、そう、なんか夜すごい楽しかった、楽しかったし、なんかその夜のテレビ局にいるのもすごい不思議な気持ちで、あのフジテレビの中が、ま、真っ暗というか、なんかもう誰もいないフジテレビみたいな、多分夏休みとかだったらここ人がいっぱいなんだろうなみたいな、フジテレビのなんかロビーみたいなところがなんか真っ暗で誰もいなくて、すごいなんか面白かった。すごい面白かったです。そうで、まあ本番オールナイトフジコ、まあ楽曲披露は収録だったのでちょっと喋るだけだったんですけど、トークしてで見ていただいてみたいな。そうで、あの生放送中にもその収録のそのなんていうの、披露を実際にスタジオで流してて、そうだから本当出演者の皆さんにもパフォーマンスを見ていただけたことがすごい嬉しくて、そうなんかすごいトリプルセンターもうなんか気に入っていただけたのか、ずっとトリプルセンターいじられてました。その何、放送中、パフォーマンスを放送中、その裏の声は乗らないんだけど、でも見ててくださったから、そうトリプルセンターの行方を、次は誰が真ん中なんだみたいな、結局誰が真ん中なんだみたいな感じでずっと、はい、出て、それがすごいなんか面白かった。だって普段さ、なんか私たちがテレビで見てる人たちが隣にいて、隣で自分たちのパフォーマンスを見てくださっているって、なんかどういう状況みたいな。どういう状況、すごいなんか不思議な気持ちでした。めっちゃ嬉しかったです。うん、そうなんです。で最終的に、まあ、最後が誰が真ん中かだよねみたいになって、いや最初の人じゃんって。すいません、あ、私です。すごい、でもはい、なんか見てもらえたことがすごく嬉しかったですね。確かに生パフォーマンスじゃないからこそかもしれない。そうでも本当にあのプレイリストの収録の方がまあ先ではあったんですけど、放送としては、まあ、オールナイトフジコの方が先 でやっぱりさ、もう一瞬の花火リリースしても1ヶ月経とうとしていて、あのフェスだったりとかね、いろんなところで披露もさせていただいてるんだけど、やっぱりこう 歌番組じゃない、番組で披露ってなると表情とかがやっぱりパフォーマンスよりも抜かれることが、しっかり抜かれることが多いので、なんかこの曲ってすごい表情を特にすごく意識して、フリーレの頃からなんかアドバイスをいただいてきたから、なんかこう振り付けもそうなんですけど、すごく表情をねこうフィーチャーされるからこそ、なんかそこをすごい見てもらいたかったので、なんか意識してたし、そうなんか見てもらえたらなって改めて、はい、思いました。
そうだね、スタジオで披露するのと、あ、でもなんかそのカメラの画角に映るように本来の立ち位置よりもちょっと狭めてたりとかしてます。本当は私とはるかの一番最初の位置がもうちょっと離れてたんだけど、一番最初引きで全員からのこう3人トリプルセンターの3人を寄った時にちょっと私とはるかの間隔が本来の立ち位置だとちょっと開きすぎてるから、今日だけちょっと寄ってもらっていいですかとか、なんかラッサビ前の1列、夢よ光の後での時の1列もなんか全員をこう引きのカメラで映したいけどちょっと入らなくて本来の立ち位置だと、だからちょっと間隔狭めたりとか、なんかそういうのは番組で披露するからこそのちょびっとの変更とかはスタジオでやってみて変更みたいなのはあるかな。振りは基本は変わんないんですけど、あ、でも振りも変わります。振りもやっぱりその表情が抜かれるからこそ、本来だったらターンしてる振りなんだけど、せっかく自分が抜かれてるのにターンしちゃうと顔がさ後ろ向いちゃうじゃないですか。だから今日だけはターンしなくて大丈夫だよとか、なんかそういうのはありますね。そのステージでの本当のパフォーマンスじゃなくて、やっぱり表情、なんかどう顔を見てもらうか、印象に残すかみたいなところがやっぱ大事だから、そこはなんか本来の立ち位置とか振り付けとかとちょっと変えてたりとかします。そう、テレビ用みたいな。私もソロのところ一瞬で消えてしまうところが、なんか本当はいつも立ちながら移動するみたいなのなんだけど、本当は歌いながら立つんだけど最初でも、それだとカメラマンさんがこうなんなきゃいけないから、もうなんか歌う段階で立っててほしいみたいになって、その時だけ先に立って歌う時にはもう立った状態とか、そういうのはあるかな。そうなんです。そう、でもなんかそういうのって私たちも全然経験ないから、そう、なんか3期4期だけじゃなくて、言うて私たちもすごい経験をしてきたわけではないので、そういうなんていうの、番組用みたいなだからなんかすごい今回のシングルでいろんなところで披露させていただいて、なんかいろんなことを私も学んでるって感じかな、うん、そうなの。そうで、オールナイトフジコ、あ、そう、レモニちゃんにも無事に会えまして、嬉しかった。なんかさ、スタジオ行ってもすれ違う時でもなんかレモニちゃんに会うたびにわーってやっちゃって、なんかここで友達がいるってすごい強いなみたいな、めっちゃ嬉しかったです。なんか心強いっていうか、なんか緊張しないっていうのもあってすごい嬉しかったです。めっちゃ可愛かっためちゃくちゃ可愛かったです。そうなんですよ、レモニちゃんとはキャンプセブンの映画で一緒になってて、まだレモニちゃんがオールナイトフジコ始まる前なんですけど、その時に初めましてして、その時にレモニちゃんとお話ししてて、なんか今度そのオールナイトフジコっていう番組が始まるんですけど、そこのなんかフジコーズっていう人になってみたいな、でそれも秋元さんが関わってるからみたいな話を、ちょうど映画の撮影してる時に、だから去年の春とかにそういう話をしてて、で最後に会ったのは去年の12月のそのキャンプセブンの舞台挨拶の時だったんですけど、その時はもうオールナイトフジコ始まってて、そう、それ以来だとか半年ちょっとぶりぐらいに会えて、でも本当になんか48グループ新曲出すたびに結構オールナイトフジコさん出てることが多かったから、 NGT も新曲出したら絶対出たいと思ってたし、そう、それはなんか48グループみんなが出てるからっていうのもあるけど、私はレモニちゃんに会いたくてすごい出たいなってずっと思ってたので、そうだから出られて会えてめちゃめちゃ嬉しかったです。そう、まだでもなんかずっとカフェ行こうねみたいな話してて全然行けてないので、なかなかね、私もお仕事で東京に行ってすぐ帰ってくるとかが多いので、なんか東京で自由な時間あんまなかったりするんですけど、そう、なんかまた今回でまた距離が縮まったので、そう、また会えたらいいなって思います。そう、でもオールナイトフジコ終わって帰って帰って
お風呂に急いで入って寝たのが3時45分ぐらいでした。そうなるよね、さすがに。そう、3時45分ぐらいで次の日、でも6時半ぐらいまで寝れて、そう、思ってたより眠れました。なんかもうちょっと早起きしなきゃいけないと思ってたから。でもその前日の合間の時間にその練習したおかげで劇場での練習がそんなに必要なかった。前てか 本番当日の朝そんなにリハが必要なくなったから、なんかちょっと遅めの新幹線に乗れたので、そう、だから思ってたよりも眠れたし、なんか大丈夫でした。で4公演を終えて今日はおしゃべり会やって、でも今日がねなんか一番元気だった気がします、なんだかんだやっぱり。そう、4公演もでもなんか全然大丈夫だったけど、本当にでもなんか終えてみたらすごいスケジュール頑張ったって。でもさ、私だけじゃなくてさ、ほとんどの子がそういうスケジュールだったから、なんか頑張れました。自分だけだったら結構しんどいスケジュールだったと思うけど、みんなで頑張った週末だったので、そう、全然大丈夫だったし、そう、なんか私全部やっぱやってて楽しかったことだったから、楽しかったし嬉しかったし、公演もね、おしゃべり会も、そうだから本当に頑張れましたね。そう、いっぱいアイドルできて嬉しかったです。はい、ご褒美あげなきゃね。ね、今週のレコメン、あ、そうなんですよね、そうなのよ、今週もありがたいことに深夜ラジオに出させていただくので、そう、そうなんです。でもね、多分オールナイトフジコほど遅い時間にはならないので、そう、大丈夫だと思うんですけど、そう、え、てかね、私はね、それよりもね、なんて言っても、この1週間の間にナコミックさんに会えるのがすごいと思ってて、そう、オールナイトフジコでミクリンさんがいらっしゃって、ミクリンさんにお会いしたんですけど、今週はナコさんのレコメンに出演させていただくから、1週間でナコミックさんに会うんですよ。しかも別々でね。そんなことあるって感じじゃないですか。なんかもうだから本当に嬉しすぎて、妹に LINE しました。そのミクリンさんがオールナイトフジコにいるって分かって、もうナコさんのラジオには先に出ること決まってたから、1週間でタコミクさんに会えるの熱いって。妹に LINE しました。いや嬉しいです本当に、だから楽しみ。そう、嬉しいですね。卒業してるのに。そうなのよ、ありがたいです本当に。楽しみ、ラジオも。そうだから今週も慌ただしくありますが、はい。嬉しいです。そうで、公演、そう、あと公演もね、土日、まあ、4公演だったんですけど、4公演別のポジションだったから、まあ全然もう大丈夫なんですけど、もう全然なんか負担ではないけど、でもなんかそれが逆に楽しかったかも。2日間で違うポジションだったから、なんかすごい、なん、得した気分じゃないけど楽しかった。なんかポジションが違うことに対してあんま苦労はしなかったんですけど、どっちももう結構やってるから、そう、楽しかったです。なんかどっちのポジションもやっぱ好きだし、だし土日多分どっちも入ってくださった方も多かった気がするので、そうだからいろんな私を見てもらえたと思ったら、はい、すごく楽しかったです。メディアも声もおしゃべり会、わかる、なんかもうアイドルの全てを詰め込んだ週末みたいな感じでした今週は。うん、嬉しい。
そう、まあね、生誕祭、はるかの生誕祭ではまあ卒業発表があったりとかありましたけど、そうなの、ミキドラが4人にこれさ、今日おしゃべり会でめっちゃ喋ったんですけど、そう、今年2024年が明けた時には9人いたミキドラが年を越す頃には半分以下になっているということに衝撃的すぎて、この1年で2期ドラが、2期ドラってか2期なんですけど、全員2期なんですけど減りすぎているというね。え、本当に、え、だって年明けた時9人いたんだよ9人いたんだよ、それが4人ってびっくりしちゃう。まあでもね、もう私たちも7年目ですし、そうだから本当にみんな本当頑張ってきたしそうそうなの、もう年明ける頃には1期生2人でドラさん2人、2期生2人、22ずつになってるんですよね。びっくりしちゃう本当に。劇場の壁車が寂しい、確かにね、にににってなっちゃうからね。いや寂しいですね本当に。そう、なんかでもそのはるかの卒業発表が、まあ、土曜日にあって、でなんかそれもはるか自身がこう決めて、次の道を決めて決断したことだし、でも次の日の日曜日のユーハの生誕祭ではすごい NGT をもっといろんな人に知ってほしいみたいな、頑張りたいみたいなのをすごく聞いて、なんかあ、すごいこの2日間でなんだろう、あの言葉にするのすごい難しいけど、これからここを旅立つ人と、ここでこれからもっと頑張る人と、なんかこう2つのなんか宣言が聞けて、なんかすごい、あ、素敵だなって思ったんだよね。 その2人同い年、いや本当そうなの、確かに20歳、はるかも20歳で、そうなんだよね。だからそう思うとさ、この2期生と3期生の間にはさ4年ぐらい、まあ差があるわけじゃないですか。その4年ってすごい大きかったんだなと思うし、そう、でもその4年の中ではるかもすごいいろんなものを背負ってきてくれたしね。そう、公園で一瞬の花火なんとかなりません、確かに確かに。でもはるかさ、12月から舞台が始まっちゃうから、そうなんですよ、劇場で一瞬の花火を披露できるようになったとて、てかまあね、みはるさんもいるってなったら11月までになっちゃうじゃないですか。そうだから11月までにできたらいいよね。多分そのはるかが舞台の稽古に入るタイミングでみはるさんも多分いなくなっちゃうから、そうなるともう本当に全員が揃って披露できるのは、てか11月頭ぐらいまでじゃないかな、全員揃ってできるのがね。だからなんかその期間の間に全員揃ってできたら、うん、いいですね。ね、そもそも秋ブロックがいつ始まるのかって話なんですけどそうなんですよね。なんかでも私はそのまあさすがにもう告知もされてないから、まあ9月いっぱいは夏ブロックやるんだろうという前提で私この話するんですけど、あの夏ブロック終わるときはやっぱり角田浜のセンターユーハがやって、しゃべりのセンター私がやって終わりたいと思うし、それはファンの方もそれが多分一番見たい形だと思ってるから。そう、でも私この9月の公演スケジュールを見た時に、自分がそのシャルピーのセンターに立つ日が2日しかなくて、そう、これでこの期間の間に夏ブロック終わっちゃったら寂しいなって、なんかやりきれない気持ちで終わっちゃうなって思ったから、あのマネージャーさんに、ちなみに夏ブロックっていつまでですかって聞いたら、なんか
多分9月いっぱいはこのままの状態かもみたいな感じのこと話してて、まあそれならそれでまあいいかなみたいな感じなんですけど、でも言うて10月も週末は全部埋まってるから、そうなんですよね、週末あのブースティー祭りだったりとかフェスがあったりとかして、あとおしゃべり会とかね、だから週末が全部埋まってるから、10月もうそもそも土日に公演ができないんですよ。だからさ、もう強制的にさ夏ブロックもう平日にやる、平日しかないじゃん。そうだからさ、おお結局いつ結局いつ秋に変わるんですかみたいな感じですよね。だからさ、秋ブロックに変わるタイミングで一瞬の花火できたらねいいかもしれないけど、10月土日空いてんのは最終週、うん、そうね、今のところはね。でもそれもう秋も終わんじゃないみたいな、さすがにそこまで夏ブロックやっちゃったらね、そう、どうなるんですかねって感じ。でもね、なんか多分急に一瞬の花火はやれないだろうから、なんか秋ブロックに入るタイミングとかなのかなって思ったりするけど、それっていつみたいな感じですよね。みゆちゃんの生誕祭まで夏ブロック、あ、でもそれはね正直ちょっとなんか思ったりもしたりもしたなんかその昨日ゆうはの生誕祭で、その昨日は私がいつものポジションで、ゆうはもいつものポジションで入って、そう、なんかやっぱその自分の生誕祭の時に自分のオリジナルのセンターの曲できるのめっちゃいいなってすごい思ったから、そうだからいいねって思ったけど、さすがに11月にしゃべピアやらんてみたいなと思ったので、はい、まあ、ちょっと羨ましいと思いましたねみゆちゃんなら無理やりしゃべピ組み込みできないよ誰だと思ってんの私、そんな権限ありませんそんな権限ありませんね。だからまあでもそれで一瞬の花火がさ入ったらまあ解決なんだけどさあ、まあ解決なんですけど、そう、秋すっ飛ばして冬になる。でもさ、スケジュール的にさ、もうなんかそうなりかねないよね。11月って、まあ、秋だけどさ、もう11月から秋ブロックやるんだったらもう冬でいいやんってなるなるよね。どうなるんでしょうか、ね、そう、でもそうだ、生誕グッズ今考えてます、考えました、今日ずっと今日しゃべり会の間ずっと考えてた生誕グッズそう、まだ出してないです、まだねタオルが書き終わってないから、そう、タオルがまだ終わってないので出してはないんですけど、 T シャツはできた。そう今年はねちょっとね可愛い感じになりましたまだなんか自分がデザインしただけだから最終的にどういう形になるかちょっと分かんないけど、私は可愛い感じになりました。みんな着てくれるかなそう、念願の生誕グッズ楽しみ、え、嬉しい、ありがとうございます。なんか毎年さそう言ってくださる方がいらっしゃって、初めてみゆちゃんの生誕グッズ今年は絶対ゲットしますみたいな方が毎年いてくださるから、なんかそれが本当にすごい嬉しいですね。毎年自分の生誕グッズをこう楽しみにしてくれる人が年々こう増えてきてくださってるというか、うん、買うために1年待ち望む、え、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。はい、色はいつも通りにする予定ではありますが、今年もまたあの一覧になくてですね
でもなんかもうこれ3年目だから一覧にない色だけど作ってもらってるので、なんか多分大丈夫みたい。なんか見本としてその一覧に載ってないだけで実際はあるみたいだから、そうもう分かったので、もう表に書いてないけど勝手にライトパープルって書きました。そういつもの色です。裏メニュー分かる、裏メニューの頼み方だ完全に。そう毎年ない、でももうできるって知ってるからやってもらう。やってもらいます。でなんか私は毎年その生誕グッズにその年その年のなんかまあ正確に言うと前の年の自分かなのなんかその年の自分をなんか入れるようにしてて、そうしゃべぴだったらしゃべぴとか、キャプテンになった年だったらなんかちょっと旗旗キャプテンフラッグみたいな旗とかなんかいろいろその年に合わせて書いてるんですけど、今年はやっぱり私の中で一番大きいことといえば、まあ、ビスと一瞬の花火だったので、なんかどっちも入れたくて、そうなんだけどどっちも入れるにはなんかね、どうしたらどっちも入れられるんだろうってすごい悩んだんですよ。そうでなんかだからどちらか一つにするのか、でもどちらか一つってなったらどうしようってなっちゃってたんですけど、最終的にとてもいい案が浮かびました。でどっちも組み込めました。そうどっちもいけた、はい、こっちも行けました。だから最終的にまあビス要素の方がでかいんだけど、ビス要素の方がでかめなんだけど、はい、可愛くしたかったから。なんだけど、まあ、どっちも入れられたので、はい、だからちょっと可愛くなっちゃったけど、みんな来てくれるかな。可愛くなっちゃったけどみんな来てもらうからね。そんな感じにしました。でタオルはまだ書き終わってはないんだけど、大方決まりました。はい、なんかタオルに関してはその耳のファンじゃない人にも持ってほしい。まだできてもないのにこんなこと言っちゃった。はいと思って、そういう感じにしようかなと思ってます。ね、みんなゲットしてくれる。みんなゲットしてくれる。あ、トートバッグも多分あると思います。今年もみんなトートバッグね、やってるよね。トートバッグあると思います。はい、NCT ファン全員ってこと？あ、もう全員持ってくださるならありがとうございます。出したらありがとうございますって感じですね。お願いします。ちょっとでも私絵心がなすすぎて、どうなる。あ、まあ絵心は必要ないんですけど、なんて言ったら、別に似顔絵とか描くわけじゃないんですけど。可愛い系だとトートバッグ白地かな。え、私の予想は白地です。なんかあれ自分で決められなくて、デザインに合わせて勝手にトートバッグの色って決まるんですよ。だからトートバッグの色は選べないから分かんないんだけど、多分白だと思います、デザイン的に。って言って黒だったらどうしよう。あ、待って、すごい、今のはすごく私の言い方が悪かったんですけど、私の生誕のタオルね、今デザイン中の生誕のタオル、NGT のファンの皆さんみんなに持ってほしいっていうのは、別にメンバーみんなに関わることを入れるわけでは全くないです。全然そういう意味じゃなくて、すいません、私の言い方が悪かったです。誤解を生む言い方をしました。はい、みんな耳を死んだってほしいなっていう意味で言いました。これを持ったらみんな耳を死んだれるよっていうのを作ろうと思って。
すごいなんかキャプテンみたいないいこと言った風に思わせといて超自己中な発言でした。はい、はい、全然超わわ我が入ってます。我しか入ってない。デザインにしようと思ってるので、はい、そんな感じにしようかと思ってます、はい、でもなんかこう人の生誕祭やっぱすごいさ素敵だなって思うから、そう自分の生誕祭楽しみだなって思いました。去年生誕 T シャツは1枚しか買わなくて後悔したが今年は2枚買うね。それ別の方の方にも同じこと言われました。多分今年が思った以上にT シャツ着る機会が多かったってことですよね。それがなんか多分洗濯が間に合わないみたいな2日連続とか3日連続とかで会っちゃうから私たち生誕 T シャツの洗濯が間に合わないみたいな、今年は2枚買うねって違う方にも言われました。そうだよね、なんか今までのさ生誕 T シャツの中でさ、なんかこう今までも同じぐらい現場に行くたびに T シャツ着てくださってる方がいたとするじゃない、多分歴代の T シャツの中で一番くったくたになってそう。一番くったくたになってそう。今年はいっぱい活躍の機会がねありましたね。去年のより T シャツの素材材質が弱い、待って待って、それは知らない。そうなの、え、それは困るじゃん。じゃあやっぱ3、5、10枚。欲張りました。3個10枚。欲張っちゃった。まあさすがに、まあでもね、あのちょっとみんなにも今年も24歳の生誕 T シャツもいっぱい着てもらいたいなって思うので、ちょっとはい、まあもうデザイン決まっちゃったけど確かに歴代で一番着てる。そうだよね、そうだよね。いやでもちょっとこれはなんか思うんだけど、あのペースで言ったらね、ペースで言ったら今までの T シャツの中で一番着るペースは多分多かったと思うの。なんか2日3日連続で私たち会ったりしてるから、毎回みゆちゃんに会う時はもう必ず生誕 T シャツ着ますみたいな方はね、そう多分着る機会が今までで一番多かったと思うんだけど、そうでもなんかあのその分やっぱ後輩も増えたから、あの違うこの生誕 T シャツ着てる人もすごい増えたなみたいな気もしてて、なんかちゃんと私のも着てくれるんだけど、そのなんかやっぱ回せないから、その洗濯間に合わないからみたいな。じゃ今日はこの子、明日はミミ、明後日はもう一人この子で、なんかそうそう、洗濯のペースで。それは言い訳、え、わかる、それ言い訳だよ。だから今回は10。もうそんな言い訳は通用しないぞみたいな。都合のいい言い訳はさせないぞっていう。いやでもちゃんと、はい、今年24歳のしっかりゲットしてください、はい、10枚買うと何か特典がつくなら、うーん特にありませんけど特にありませんけど、でもなんか今までは割とそのなんだろう、まあみんな着やすい系だったけど、今年は結構可愛いに全振りしちゃったって言ったらみんなゲットしてくれなくなるかな。
可愛いに全振りしちゃったけど、まあいっか。発売は多分まだ10月生まれの分の T シャツが販売されてないからまだね。そうだからまあ来月であることは間違いない。10枚買うとみゆちゃんがご機嫌になってくれるというとき、ああ間違いない。いや1枚でも嬉しいです、はい、もうゲットしてくれるだけで、はい、嬉しいですがとっても、はい、おたくそういうの関係ないでさ。そうだよね。だってもうなんか推しメンの顔ドーンみたいな T シャツも着れちゃうし、推しメンの描いた可愛い可愛いキャラクタードーンみたいなの着れるし、みんな何でも消えちゃうもんね何でも消えちゃうもんね。余裕だね。じゃあきっと私の生誕 T シャツ余裕だね。そうでもなんかさ、8月帰りの生誕 T シャツハイブ長岡で受け取ったみたいなさ声を聞いたから、なんかその生誕 T シャツおしゃべり会の現地受け取りってになる説みたいな、いやわかんないけど、その前に届くのが一番いいけどね。でもおしゃべり会の現地受け取りでもいいの、当日だから当日だから、はい、おしゃべり会の当日に間に合うイコール誕生日当日だから、間に合ってるから全然それでいい。大釜受け取りで全然いい、むしろその日に合わせてくれぐらいな気持ちだからそう写真ね。え、そうなの。なんいや私は自分の顔はちょっと大丈夫かもそうでもなんか写真にすると生誕 T シャツ黒か白しか選べなくなっちゃうから一生ないそう革命が起きない限り一生ないけどそうなの。なんかね、しかも写真は絶対モノクロで T シャツの色も白か黒しか選べなくなっちゃうんです。だからできないの私写真。そうなんかね、タオルは写真カラーフルカラーでいけるらしいんですけど、そうでもタオルも写真使わない今年、文字でいきます。そうなんです。そうだからなんか当日おしゃべり会の現場でなんか現地受け取りみたいな風になる可能性もあるらしくて、そうってことはですよ、もうね、あの誕生日当日のねおしゃべり会ありがたいことにもう完売しちゃったんですけど、申し込んでくださった方はぜひぜひ生誕 T シャツの方も合わせてぜひよろしくお願いしますぜひお待ちしてます。まだデザイン作っただけなのにでも楽しみ。なんかついにその時が来てしまったみたいな。早い1年なんか超早い、え、うん超早い1年、あっという間すぎる。この前誕生日になったばっかりだったのに、わうそだけどもう24歳になっちゃう、早すぎる。1年早い。なんかさ、年を取ると1年が早く感じるよみたいな。本当にそうだった本当にそうだった。誕生日までもう2ヶ月切ってる。そっか2ヶ月切ってる。そうだね、早い、早すぎる。まあそれだけ充実して、いやほんとそうですね。そうこの前22歳だったのに、え、ごめんもう23歳だけどもうすぐ24歳になっちゃうけど、ごめんごめん
検査をして1年の、あ、嬉しい、ありがとうございます。でも確かにこの1年で知ってくださった方、私のことを知ってくださった方だったり、私が知った方だったりこの1年は本当に多分多かったと思う。まだ1年経ってないけど、だからもうあとまだの2ヶ月ないぐらいで、まだ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 いきますよまだまだいきますよ。はい、ね、でも本当にそう思う。なんかみんなとの距離も縮まった1年だなって去年も思ったけど、今年の方がもっと思ってるなんか去年は、そう、去年の私22歳から23歳になる時って、なんか私自分のなんだろう、あ、なんて言ったらいいんだっけな、なんか自分を好きなことだけやって生きてた、なんかそう、なん、私なんて言ってたっけ好きなことだけやって生きてたは違う待って、なんだっけ、私なんか絶好調みたいな、なんて言ってたんだっけあ、そう、無双絶好調もうさ、ダメだ、さすがに3連休の疲れがその頭が回らない絶好調って何そうそうそう、22歳から、間違ってないよね、間違ってないよね22歳から23歳になる時も、なんかそのもう自分の中で怖いものが何にもなくて、すごい無双状態、ただただ楽しんでるみたいな、ただただ楽しんで生きてますみたいな感じだったんだけど、その無双モードでなんか23歳スタートしたの、幕開けしたので、23歳から24歳に行くに向けて、現段階はまあその去年よりかはちょっとまあ無双ほどはいかないけれども、そう、でもなんかちゃんとやりたいことやれてるし、なんだろう、大人になった、そのなんていうの、無双状態ってなんかあのいい意味で 何にも考えてなかった何にも考えずに突き進んでたみたいな、そう、感じだったから、なんかそれに比べると今年はなんかちゃんと大人になって、あ、そう、コントロールした上での無双状態みたいな、そうそう、でもその中でなんか去年と今年でなんか違うのは、この誕生日を迎える前のこの感じが違うのは、なんか本当にファンの皆さんとの距離の縮まり方がなんか去年と段違いな気がしてて、なんか去年は去年で多分その自分のことを応援してくださってるファンの皆さんとはすごい距離が縮まった1年だったんだろうけど、なんか今年この今の23歳はなんか自分のファンの方だけじゃなくて、なんかこう NGT のことを応援してくださるみんなとなんか個人的に距離が縮まった感がすごいある。なんかなんだろう、さ、グループのためももちろんそうだけど、なんかそれだけじゃなくて単純にすごい私がみんなのことをもっと知りたいってなった結果な気がするけど、うん、カフェで思ったけど、みんなお友達みたいな会話しててすごい、え、だってみんな知ってたもんほぼ8割9割知ってる人だったから、そうなんだよね。でも確かにビス大きいかも。ビス、去年のビスは確かに本当に NGT のファンの皆さんに応援してもらった1年だったから、応援してもらったからこそ、なんかそれをね、恩返しする1年だったのかもしれないですね。なんか応援してもらった分、自分のファンの方だけじゃなくて支えてくださった皆さんに恩返しする気持ちで、自分のファンの方だけじゃなくてみんなと距離が縮まったのかもしれないですねそうかもしれない。いや、嬉しいです本当に。確かに公演もね、そうだね、みんなで公演やってるからね、自分のファンの方だけじゃなくて他のメンバーのファンの皆さんのことも覚えちゃうしそうだね、それもあるかもしれない。
も同じかと思う距離感。え、今日もさ、私おしゃべり会しててさ、なんか失礼なこと言ってないかなっていうくらいすごいなんか爆笑してて私。おしゃべり会中大丈夫だったかしら、本当に。なんか友達みたいに喋っちゃったみんなと。でもすごいそれが楽しいし、なんかその前、この前のオフラインおしゃべり会の時にも、なんか昔から私のことを応援してくださってるファンの方、なんか昔のみゆちゃんってこうじゃなかったよね、いい意味でね、いい意味でね、こうじゃなかったよね、なんかもっとすごい人見知りなのもそうだけど、このファンとアイドルっていうその関係性に、別に今はもちろん変わってないんだけど、なんかそのなんて言ったらいいんだろう、すごい壁があったっていうか、そのやっぱり支えてもらってる、今もそうなんだけど、難しい、なんて言ったらいいんだろう、そうなんかそういうのがすごい感じてたけど、今はなんかすごくなんかいい意味で距離がこう縮まって、一緒に頑張ろうみたいな感じがすごいするって言われて、そう、あ、そう、一線を置いてる感じ、そうなの、ファンの方とアイドルみたいな、でもなんかいい意味で今はみんなお友達みたいな感覚だから。そうなんで、なそうだから、なんかそう、マブだから、マブでいいの。そうだから、なんかすごい、そう、フランク、いや本当になんかフランクすぎて大丈夫かと自分で心配になるくらい、なんか勝手に呼び捨てにするし。本当なんかもうちょっとわきまえたらって自分でもちょっと最近思い始めた、大人になって。けどなんかでもやっぱそれぐらいの距離感の方が一緒にいて楽しいし、お話ししててもね、そうと思ったから、そうなんだよ、お友達感覚で話し、でもそれが嬉しい、私逆にみんなもなんかそれぐらいフレンドリーで言ってくれるのがすごい私は嬉しいなって思います、おしゃべり会、みーちゃんとの会話が一番楽しいかも、嬉しい、ありがとう、いっぱい話そうね。ありがとう。今のアイドルって昔と比べたら距離感バグって、ああ確かにね、なんかそのアイドルってやっぱりさ、雲の上の存在みたいな、手に届かない存在だと私も思ってるから、そう比べるとなんか自分の想像してるアイドルとは違うかもしれないよね。確かに私も多分もともとアイドルが好きだったし、私はあんまりそういうおしゃべり会とか、まあ、握手会とか参加してなかったからこそ、なんかそのメンバーってやっぱりすごい遠い存在みたいな感じだったけど、実際こう話してみると全然そんなことないじゃないですか。仲良しになっちゃうじゃないですか。で私もそのメンバーになる前そういうのあんま言ったことなかったから、やっぱ自分の中でアイドルってこういう存在って多分思ってるものがあって、なんかそれもあってこう一線引いちゃってたのかなと思うけど、なんか今はもう自分がアイドルやってる時間がすごい長くなって、なんか自分の想像してたアイドルよりも自分のそのやりやすさの方が求めちゃうから、なんか結果的にこういうアイドルになってしまったみたいなところはちょっとあるかなと思いますね、そう、一線あってほしい派もいると思いますよ。そう、なんかだからそれはもうなんか好みだなって思いますね。好みというかなんか相性みたいな部分なんじゃないかなって思っちゃう、急に距離近くなってドキドキした。そう、それがそれがさ、だからいい、嬉しいと思ってくれる人と、ってなっちゃう人がいるかもしれないじゃないですか。そう、それはね、あるんじゃないかな。雲の上と思ってたら釣り糸が垂れてきた。全然雲の上じゃないです。距離保ちたい人、あ、でも私本当にファンの方に合わせてそれはちゃんと結構変えてるかもしれない、なんか
喋っててもそうだし、なんかみんなといる時間がこう人によってね増えていって、あのもうどんどんこの距離が縮まる派の方もいれば、もちろん縮まろうと思えば縮まれるんだろうけど、なんかあえてこの距離感のままみたいな派の方もいるし、なんかそこは結構人に合わせちゃうというか、そうだから全然そのなんだろう、ずかずか来ないでほしいみたいな人にはもちろんなんかそれなりの距離感を持ってちゃんと接するし、そう、あのみゆちゃんがファン呼び捨てで呼ぶなんて、そうなんだよね、それあると思います。でもだから逆に昔からのファンの方ほどさん付けしちゃうかも、なんかもうさんが名前みたいな初期の頃、私のことを初期の頃から応援してくださってる方はもうなえさんって呼ぶことに慣れちゃってるから、さんまで名前みたいな感覚がちょっとあって、そう逆に呼び捨てで呼べなかったりする、うん、劇場通ってるけど確かにみえちゃん話しかけたい雰囲気になる、嬉しい、ぜひお見送りとか話しかけてください。話しかけられる前私が喋っちゃうかもしれなくてすいませんそう近づきすぎると沼る危険がある、そうもうなんかずっと言われるんだけど全然そんなことないからフランクに話しかけすぎて嫌がられないかな、それは全然ないです、むしろなんかそういう距離感で来てくれるんだと思ったら私もなんか瞬時にその距離感になんか詰められるというか、すごい嬉しいですね、うん、素直に飲まればいいのさ近づきすぎて沼りました、ありがとうございます嬉しい、話してて楽しいからまたすぐ会いに来たくない、嬉しい、ありがとう、ぜひもういっぱい会いに来てくださいぜひ嬉しい今日すごくお友達テンションで行っちゃったの、いや嬉しい、本当にみんな友達嬉しい、本当に呼び捨てされたら逆に違和感、いやそうだよね、いやそう思う、昔から応援してくださってる方は特にそうだと思う、なんかその呼び捨てで呼ばれること自体に対してもそうだと思うし、あれみゆちゃんってこういう人だったっけみたいなそこの部分でも多分違和感持っちゃうと思う飲まりそうだからという理由でみゆちゃんのとこ行かない人、連れてきてよ連れてきてよ、ぜひ、みんなおしゃべり会、オンラインだとね難しいけど、オフラインはぜひお友達を連れてお待ちしておりますぜひお待ちしております、気になって一回行ったら沼った、やったありがとうございます嬉しい、でも本当になんかなんだろう、多分みんなとなんだろうな、そういう距離感になれた方が私も素で楽しめる感じがする、やっぱりさそのなんか大人の人に対する喋り方みたいになってた昔って、多分まあね、自分も子供だったし応援してくださる方はやっぱ大人の方が多かったから、まあ、それもあるのかもしれないけど、そうでもなんかもう今年齢関係なくねすごい距離が縮まってる感覚がするから、そう、その方が嬉しいなと思います、
そうだから、あの、なんだろう、昔は遠慮してたわけ、まあ遠慮もしてたかもしれないけど、あれはあれで多分正しいと思ってやってたんだと思う。やっぱ子供だから応援してくださる大人の方に対しての対応としては間違ってなかったんだろうと思うし、そう、まあ今も皆さん大人の方が多いんですけどねだからすごい、なんか今になってすごい舐めてる人みたいに聞こえるかもしれないけどそんなことはないですよそんなことはないですよね、今大人同士だ、確かにね、そうだわ、私ももういい大人でしたそうでした。でもショールーム初期は、うん、そう、ショールームはなんかめっちゃ舐めた口を聞いていた本当ね、なんか初期の自分のショールーム絶対見返したくないんだよね。なんか、うん、子供って感じ子供って感じです。最近女の子のファンも増えてる。いや嬉しい、本当に。今日も初めましての女の子が来てくれて、オンラインで。そう、何歳って聞いたら1個下でした。かわいい可愛くて首振っちゃう嬉しい、だから同世代の女の子嬉しいですね、うん、まだ新規感あるの？全然新規じゃないですよ、あなた嬉しい。でもなんかこう今の私のことも好きになって、改めてなんか好き、昔から知ってたけどみたいな、そういう方は多いよねきっと。 NGT のことずっと応援してくださってる方も多分多いから、そう、いや昔から私のことを知ってくださってはいるけど、なんか改めて今の私をこう好きになってくださる方が本当になんか多いんじゃないかなって思うから、すごい嬉しい。大人になって対応できる話題の幅も広い。確かに確かに、お酒の話それもあるかも。だってお酒飲むんだ意外みたいな、なんかそっから入りましたみたいな人がいないわけでもなくてそれもあるね。そうね、なんかだから最近私お酒なんかさ、そのお酒飲むようになったばっかりだから、20歳過ぎたばっかりくらいの時はなんかそのやっぱアイドルお酒のイメージつけたくない、私も思ってたし親も思ってて、だから配信でお酒の話ばっかりすると怒られてたんですけど、でも最近はもうなんかお酒の話しててよかったなって思うことがすごい多くて、ファンの方との話すさ内容もそうだけど、なんかお仕事としてもね、なんかこの子飲める子ならじゃあこのロケにちょっとついていこうかなとかさ、なんかすごいお酒の話しててよかったなって思うことがすごく増えて、なんか最近ちょっと前だけどチャットにビールジョッキの写真ばっかり載せててあれもなんか昔だったらパパにそんな写真なんか撮るなとか撮っても載せんなとかって言われてたんですけど、あのもう全然何も言われなくなりました、ついにはついには何も言われなくなりました。でもなんかまあ よかったなと思う、うん、そう、あグラビアも確かにそうね、大人になるとできないもんね。お酒飲めるだけで興味持つっていうよりかは、なんかそのお酒の話ができるようになった。そう、でも多分私がそのお酒の話しなかったら私と話してないだろうなみたいな人とかでも本当にそういるんだよね。そう、もっとお酒のお仕事してほしい。いやね、そういうお仕事になったらもう嬉しいですよ。
切り替えのタイミング良かった。え、私いつのどいつどのタイミングでお酒の話を積極的にするようになりましたか。ちょ忘れちゃったけど、でもだからマシモカホに感謝しなきゃいけない。私のことを飲みに連れ回してくれてありがとうって。なんかカホは私にそのお酒のイメージがつくこと、カホもなんか大丈夫かなって心配してくれてたみたいなんだけど、もうありがとうございました。はい、おかげで堂々と飲みます。おかげで堂々と飲めます。乗せていいのってこっちがハラハラして、まあでも大人だからもうねいいんですよ。耳の一部から八部全部、歴代メンバー全部買ってくる、わあ嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。お酒の話はコメントの流れも早く、そうなんだよね、みんな好きだよね本当に。パパさんへの献身、あーはい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 、そうね、飲みが心の支えに、いやそれも大きい、本当にカホの存在自体が大きいってことですね。うん、そうかも。え、そう、それでさ言わせていただきたいんですけどね。急にキレキレ、だから最近その BL ジョッキの写真をさチャットに結構載せることが多くて、でも絶対に3から5くらいコメントくるんですけど、メガジョッキって聞かれるんだけど、全然普通のジョッキなの、え、なんでみたいな。全然普通のサイズのジョッキなんだけど、なんかメガジョッキに間違えられて、なんかさすがにそれはちょっと、なんか全然もうお酒のイメージついてもらって構わないけど、別にメガジョッキではない、飲めんだろうけど、メガジョッキでも飲めるんだろうけど飲んではないから、そこはちょっと否定させてもらいたい。なんかコメント見るために、え、メガジョッキに見えますこれって思ってた。一人暮らし始めてから酒のキャラが加速して、ああそうね、一人で飲むようになっちゃったしね、家でも。そうね、顔が小さいから、メガジョッキに見えるなんてことあります？普通のジョッキがだいぶサイズ違うけどみたいな。びっくりしちゃう。飲めるんだろうけど、飲めるだろうよ多分、飲んだことないけど、メガジョッキだ、多分いけんじゃないかな、だって飲んでる量としてはなんか最終的には変わらない気がする。ぬるくなっちゃう、あでもそれはある、私飲むの遅いから、確かに量は変わんなくてもぬるくなっちゃうのは良くないね。逆にメガジョッキ持ったらどうなるのか見てみたい。ああ確かに、じゃあなんかどっかメガジョッキで頼めるお店だったらちょっと一回試してみる。一回試してみる。いっぱい飲むオーラが出てるから、あでもそれはあると思う、なんかもうどうせ飲むんだろうみたいな。どうせ飲むんだろう、でかいんだろうみたいな。それもありそう。うん、飲めるってイメージがあるんだろうね。もうメガで飲んだことはないですし。重いから持てない。重くて持てない。でも持ったことないから分かんないな、持てないぐらい重たいのかも。小顔効果あるかもよ、確かに。だって普通のジョッキでメガジョッキに間違えられるぐらいだから、メガジョッキって持ったら相当小顔効果ありそうだな。いつかチャレンジできたら。見返したらジョッキ持ってる表情良すぎ。もうさテンション上がっちゃうんだよね、なんかもうその堂々と。そうだから前は写真撮るのもなんか制限されてたけど、もうなんか堂々と持っちゃって、
もう楽しい気持ちが顔に出ちゃう重くて持てないってあざとく両手で持って飲むんや。それはメガジョッキじゃなくてもやりますメガじゃなくても両手で飲んじゃう、はい言っちゃいますね。手が大きい、あ、それもあるかもね。確かに手はでかいんです、そもそもグラスじゃなくてジョッキの時点でかんそれはなんか店のチョイスの問題じゃないのそう、一番新しい、多分チャットに載せた写真はあれはビアガーデンだったからジョッキでした。あと私のよく出てくるお寿司屋さんお寿司屋さんもジョッキなんだよ。逆にグラスで出てくるビールってなんかおしゃれな店しか知らない私。酒恋はグラスだった。いちごミルク両手飲みもするよ私昨日も今日も飲んでた。いちごミルク昨日も今日もファミマのいちごミルク2日連続で飲んでた。いちごミルクも両手で飲むけど、ジョッキも両手で飲むの。瓶ビールをラッパーちょっとまだやったことないな。え、そう。でもこの前ちょっとドキドキしたことがあって、なんかおばと一緒にお酒飲みに行ったんだけど、そのおばがちょっと違うところから来るから先に行ってて先飲んでていいよって言われて、おばが来るまでの間一人居酒屋をしたんですよ。時間はでも30分ぐらいなんだけど、30分ぐらい一人居酒屋をしてて、おばが来るまでの間。そうで、カウンター席に案内されて店員さんが目の前にいて、そう一人カウンター席居酒屋して一人でビール飲んでたんだけど、緊張しちゃって緊張しちゃって、そう、なんか背筋伸びてた居酒屋なのに背筋伸びてた。一人居酒屋ねしたことないんですよまだ。ドキドキしちゃった。ドキドキしちゃったし、なんかそのまあ2人ですって入って店の中入ったんだけど、なんか店員さんはさあ、このあと誰かとが来るんだなってわかるけどさ、周りのお客さんはさ、え、この人一人みたいな感じになるじゃないですか。なんか緊張しちゃったさ。でもわかる、慣れたら絶対楽しいんだろうな、てかかっこいいなって思っちゃう。オーラ消すのが大変。でもなんかその時何の服着てたんだっけな、なんか私も仕事終わりとかで、あれだわ、カフェの日だカフェの日、カフェ初日の日だから、あの服装のまま私居酒屋に行ってて、そりゃ浮くよなって感じそりゃ浮くわ、そう、あの服で一人でカウンターでビール飲んでたあ、そう、一回配信して配信した後に行きました。そう、早めに切り上げたよね、あの日ね。そうなんですよ。え、そう、いかにもアイドルな格好だってさ、カフェに行くからあの格好したのカフェに行くからあの格好したのに、そう、めっちゃ目立っちゃう。あ、でも全然なんかみんななんか仕事帰りみたいな人ばっかりだったから、全然平日だったしね。そう、カフェの後に居酒屋行っちゃった行っちゃったよ。でもそこでまあちょびっとだけ、その日は全然本当は一人じゃないけど30分間一人居酒屋デビューしたから、そう、ちょっといつかチャレンジしたいいつかチャレンジしたい。
週末カフェ行きたいで、あーぜひ、もうだって来週で終わっちゃうのでぜひ行ってみてください、はい、もう怖いものない。そうね、でもなんかさ、やっぱりさ、ちょっとなんだろう、人目、なんていうの、見バレした時なんかちょっとドキッとするから、あんまなんかフラットはいけないかも、さすがに。なんかファンの方だったらさ、まあ、理解してるから、まあ逆に、あ、一人で飲んでんだみたいななるけど、なんかこう、なんて言ったらいいの、ライトな認知な感じ、あ、あの子って NGT の子じゃないみたいなってなった時にちょっとドキッとするから、気軽にはちょっとあんまいけないんですけど。新時代で一人で、いや行ってみたい行ってみたいけど、なんか一人カフェはさ全然いいんだけどさ、そう、酒恋の雰囲気は一人飲みしやすい。確かにね、女の子がいても全然違和感ないしね。確かに、でもファンの方はそうだね。まさか居酒屋に一人でいるとは思わないかも、バレしないかも。まあ確かにそうか、確かに。新潟じゃなければいい。あ、その考え全然なかった。確かに新潟じゃないところならいけるんじゃん。そもそも新潟じゃないところにいる機会の方が少ないんだけどひとりラーメンはいけるけど、あんまやったことない。でもさ、なんか結局一人で飲むなら私オチがいいなってなっちゃうんだよね。なんか一人でいざか、かっこいいけど、かっこいいけど、なんかその30分間一人で過ごしてて、なんか一人でお酒飲むんだったら、なんかその例えば映画見ながらとか、なんか何かしながらがいいなって思っちゃった。その時一人で飲んでて、なんかこう人目が気になっちゃうし、なんか一人でな何かってなった時に、あ、家の方が楽かもって思っちゃったそう、でも確かに知らない土地では楽しそうだね。確かに。だし、なんかメニューがさ、なんかちょっと一人で食べるのいろんなの食べたいのに多いなって感じちゃった。そう、だからなんか結局家がいいですねってなりましたそう、家で飲むときつまみとか作るわけない、作らない、めんどくさい、そんなことしたくないえ、もう本当に私最近、いやこれは言わん方がいいか、いや、うん、言わん方がいいか、やめとくわやめといた。逆に家で飲もうとは思え、それもでもなんかよく言われます。なんか一人だったら飲む必要なくないみたいな。そう、まあ、分からなくもないけど分からなくもないけど、塩当てに日本酒いっちゃう、さすがに究極だねそれも違う違う、あのですね、すごい言わせる流れにするじゃん、別に言ってもいいんだけど、なんか今日は絶対に飲むぞって決めた日、お家で一人で絶対に飲むぞって決めた日は、あのもう、でもそのいつでも寝れる状態にしてから飲みたくて、私だからお風呂とか全部済ませてから飲みたいの。でも早く飲みたいじゃないですか。だからさすがにキャンセルはしない、キャンセルはしないけど、いつもだったら絶対に湯船に浸かるのをシャワーだけに済ませちゃうようになってしまったことがちょっと終わってきてると思った
これね、いよいよキャンセルし始めたらもう終わり。まだ入ってるだけ、まだちゃんとシャワーを浴びてるだけいいと思ってるけど。いいと思ってるけど、そうちょっと私だって湯船使っちゃうとさ1時間ぐらい使っちゃうのね。そうで自分でもうめっちゃ長いの分かってるから、で、まあ、髪の毛乾かしたりもさ時間かかるし、もう早くとりあえず早くお風呂終わらせたって思って湯船に浸かることを最近諦め始めました。でもちゃんと全部もう完全に寝れる状態にしてから始めたい。そう湯船では飲みません、さすがにそれはしない。湯船にはちゃんとあのもう透明のボトルにウォーターサーバーの水を入れてヘッドマッサージャーをしながら水を飲んでるから、もうなんかすごいいい女みたいな、いい女みたいな風呂の入り方してるから私。湯船に浸かる場合はね。そうそうですよ。今日もシャワーにしときますか。今日は単純になんかもう早く寝た方が良くないっていう意味でシャワーにしたいぐらいだけど、でも入るな。ウォーターサーバーの水消費、あ、バレた。そうなんだよ、ウォーターサーバーの水消費。でもなんか最近ほんと家にいなすぎてウォーターサーバーの水ずっと受け取れなくて、なんかさあの何家の中まで運んでもらいたいから重すぎて、だからちゃんと受け取りたいんだけどいなくて全然家に受け取れなくて、ウォーターサーバーの会社から電話かかってきた、無視しちゃったとでも届き終わっ結局受け取れて届き終わった後だったから無視しちゃったんですけど、そう、 そう飲まないと溜まっちゃうの。今でも大丈夫です、ちゃんと受け取れたし、ちゃんと飲んでるし大丈夫。そうなの、家にねいなさすぎてね本当に宅配物が何にも受け取れなくて、すごいもういろんな、でもそういう時に限ってさなんか移動時間とかにめっちゃネットで買い物しちゃうからすごい宅配便が届く宅配便が届くのに開けてない箱だけが溜まっていっちゃって困ってる、開けろよって話なんですけどう、 うん、でもちゃんと捨てた、はい、ちゃんと捨てましたが新しい箱が新しい箱がまた届いちゃって、明日絶対開ける。例えば最近買った家電はドライヤーです。え、めっちゃ良くて革命が起きました、私の中で。だから今日髪一日ストレートにしちゃった、すごく革命が起きました。なんかダイソンのドライヤーを衝動買いしましたダイソンのドライヤー衝動買いしちゃったんです、機能に惹かれて。リファも使ってるけど、そうなんかダイソンの7月ぐらいに出たドライヤーでヘアアイロンみたいなストレートアイロンみたいな形したドライヤーなんですけど、挟むとこうやって挟むとこの下から風が出てくるんですよ。だからこうやって挟みながら乾かせて、だから挟みながらさこうやって乾かすからめっちゃまっすぐになるんですよね髪が。そうがめっちゃいい
めっちゃいいんですけど、めっちゃアダプターでかいんですよえ、そうで、めっちゃアダプターでかすぎて洗面所で使えなくてリビングで髪乾かしてるえ、見る？見てほしい。ちょっと本当に本当に見てほしい。あ、ちなみに今日はこれ履いてました。今さらよいしょ。え、そうなの。洗面所で使えないよ絶対に。これです。色めっちゃ可愛くない？可愛い。めっちゃほんとストレートアイロンみたいな形してて、でもあのヘアアイロンじゃないからここプレートなくて、ここから風が出るから、こうやって挟むとここから風が出てウィーンってなるんです。可愛いよね。で、その問題のアダプターなんですけど、もうバカでかい信じられないぐらいでかい。私の顔まだいかないけど信じられないぐらいでかい本体の半分ぐらいあるでかすぎて洗面所で使えないの洗面所の鏡取れそうになるだからリビングで乾かしてる髪ね。それだけ欠点。あとめっちゃこのこっちはそんなにストレートアイロンよりちょい重いかなぐらいなんだけど、これが重い、これが重い本当に。そうびっくりするよ。だから迷った、ちょっとアダプターのデカさに迷ったけど、でもめっちゃ買っては良かったが、衝動買いする値段ではない本当に。だから一瞬買った時後悔したの。その後衝動買いなんてするんじゃなかったって思ったけど、でも機能はめっちゃ良かった。そう、旅行先に持っていこうか結構迷うよね。なんかさ、かさばりはしないじゃないですか、サイズ感的に普通のドライヤーよりは。持っていきやすいけど、これが重くてこれが重くて超荷物になるこっちはいいんだけどね。だから迷って、そのオールナイトフジコの時は結局持っていかなかったんだけど、でもやっぱ持っていけばよかったなって思ったんだよね。だから次行く時は持っていけそうな荷物に余裕があったら持っていこうかなって思いました。うん、結構な値段はする。まあはい、高かったけどでもまあ毎日使うしなと思って買っちゃった。でもめっちゃ良かったですよ、おすすめ。そうなの、高い、高い、でもいい。ヘアアイロンはリファを使ってます。だからドライヤーもリファ使ってんだけど、そうだから、あ、私朝前髪だけこう濡らして乾かしたりとかするんですけど、洗面所でこのドライヤー使えないから、その時はリファ使ってます、今までの。そう、でもその普通にお風呂から上がった後濡れた髪の状態の時はこれで乾かすと超サラサラになる。だから今日も実はあんまアイロンしてなくて、もうこれはほぼ昨日の夜ドライヤーで乾かした分って感じだから、くせ毛の私には結構大革命だった。めちゃくちゃ良かった。そう、そうドライヤーでねまっすぐになるなら次の日超楽じゃないですか。だからそういう人には本当におすすめしたいくらい良かった。そう、毎日使うから、そうなん、毎日使うからまあ買ってしまったみたいな。そう、でもめっちゃいいですよ。なんかしかも乾いた髪にも使えるの。なんかウェットモードと普通の乾いた髪モードもあるから、ヘアアイロンの代わりに、ヘアアイロンまでまっすぐはいかないかもだけど、こういう乾いた髪にはでもそれでも使えるらしいから、なんか髪色が落ちにくい、熱があのプレートじゃない分髪色が落ちにくいらしいです。
あ、ラメラメ？あれですか？スプレーですか？あれはね、私は1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいかけてる8ぐらいかけてます。あれもいいよね、いい匂いする。そう、私はなんか金沢輝きフェス行くときに、金沢に行くときバスだったんですけど、バスの中でインスタ見てたら流れてきて、その流れで買っちゃった金沢行くときに買っちゃった。だからね、移動時間ってやっぱさ、めっちゃ携帯いじっちゃうじゃないですか。なんか無駄な買い物しがちだよね。金沢に行く途中の衝動買いでした。そう、移動時間を買い物はかどっちゃう、本当に。だから知らない服じゃないけど、なんか買ったような、結局買ったんだっけ、どうだったっけみたいな服がいっぱい届いてる今でも服もさ、結局お仕事でさ使うじゃない。だからいっかってなってる。そう、いっかってなって、結局どうせ着るしなって思って買ってしまっている。知らなくはないんだけど、あ、結局どうして迷ってんの、結局買ったんだっけ、どうだったっけみたいななっちゃう。でももうそれでなんか服を買い漁ってしまったおかげで、10月のおしゃべり会の服は多分ほぼ揃いました。もうほぼ決まったようなものですね。そう、楽しみ、10月のおしゃべり会も。嬉しい。しかも2日連続だしね、10月はね、オフライン。やったね、楽しみにしてます。そう、嬉しい。今日のおしゃべり会でも次は東京ねみたいな方とか多かったので。そう、あ、ハイタッチね。え、待って、そうじゃんね、ハイタッチってさ私服、まさか。え、でもせっかく HKT さんと一緒にやるならなんか衣装の方が良くないと思うんだけど、まさか私服。任せろ、服はいっぱい買っちゃった逆に着る場所に困るぐらい服買っちゃったので、私服でもいいんですけど、なら早く言ってほしいな。でも衣装の方が良くないって思う、せっかくならね。そう、わかる。多分こういう時じゃないと衣装でできないと思うね。衣装でやりたいよね。そう、え、そもそもハイタッチ会ってさ、どういう感じなの？今 HKT さんでもやってるじゃないですか。ハイタッチ、未だにちょっとよく分かってないんだけどさ、あれは帰り際にハイタッチするの、それともヘイから喋り始めるのそれともなんかこうハイタッチしながら喋るわけではないよね。それじゃあほぼ握手会じゃんみたいな。え、ハイタッチ会ってどういう仕組み？近い、私も全然理解してないんだけど。喋る時間あるんだ。あ、本当にハイタッチだけ？へい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 みたいな、そんななんか流れ作業みたいなハイタッチ会なのね。わかんない。でも誰も分かってないってことは、誰も HKT さんのところに通ったりはしてないってことなの。どういう感じなんだろうね、楽しみだね。でもすごい、ねえ、どうなんだろう。
私もでも話せるんだと思ってた。なんかおしゃべり会みたいな感じだと思ってたけど、でもさ、今のじゃあおしゃべり会を想像してさ、どのタイミングでハイタッチするんでしょうかみたいなどうなんだろうね、楽しみ。1対1なのか。あー、そもそもね。でもなんかメンバー選択とかさしてないね、申し込みの段階でね。1枚15秒だからいいものおしゃべり会と変わんないよね。退室前にハイタッチ。あ、じゃあねー、へーってことか。へえー、そうなんだ。おしゃべりの部もある。え、ハイタッチとおしゃべり別なの？そうなの？私も本当に全然理解してないんだけど。楽しみ。なんかでもすごい、多分せっかくね HKT さんと一緒にやるから、多分ライブとかはそこでしか見られないようなのをやるんじゃないかなって、まだ何も知らないけど、なので楽しみ。へいって言ってじゃあみんなへいって言ってね。ゆめちゃんとか48の OG メンバーはおしゃべり。あ、そうなんだ。なるほどね。現役メンバーはハイタッチができるってことね。へえー、そうなんだ。まあ来月もね、楽しみなことがじゃあいっぱいありますね。嬉しい、楽しみだ。でももう9月が終わっちゃう、ほんと早すぎる。眠くなってきた。そしてあー自由すぎて眠くなってきたよ。やっとみゆちゃんの手に触れ。あ、そうね。でも握手会の間に握手したことない方とか本当に多いから、そうだよね、楽しみだね。あ、やばい、ハンドクリーム頑張って塗らなきゃハイタッチになったから。私ハンドクリームって最近サボってんだけど頑張って塗るねふっかふかにしておくね、ハイタッチ会までに。まだあと2週間あるから、2週間あるからまだ大丈夫だわ。ハンドクリームしっかり塗っておくね手ふっかふかにしておくわ。もうカサカサだからカサカサだからちょっと、はい、しっかり美しい手にしておきますじゃあサボってた、頑張るね。明日誕生日、おめでとう。ちょっと明日配信しなさそうだから先に祝っておくね。おめでとう。アットジャムで5年ぶりに見ました。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ今の NGT も好きになってください。ぜひネイルね。あ、私ちょうど明日ネイル行くんですよ。だからブースティー祭りの時はもう明日のネイルかも。明日のネイルがちょっと伸びたぐらいかもしんないちょっとブースティー前には買えなそうだから、明日ねちょうどネイル買えるんだ。だからそのネイルですね、きっと。楽しみ。まだネイル決めてない。そう、トレードショーもねあるので、いや全然いいんですけど、別に制限があるわけではないけど、でも結構多分トレードショーは物持ったりとか手元が映ることが多そうなので、ちょっと今回はシンプルめにしようと思って。今ごってごてにパーツついてるからこのパーツだらけの爪とは明日おさらばしてきます。ちょっともうちょいシンプルめなのにしてくる明日。
ね、そうトレードショーもめっちゃ楽しみなので嬉しい、2年連続やらせていただけて。そうだからトレードショーはもうはい、もう女子アナみたいな女子アナみたいな清楚感で行こうと思ってるので、はい、トレードショーの準備ね、はい、とりあえず一通り、はい、資料に目を通し終わりました。やっと今回も87とかそれぐらい2日間に分けてご紹介するので、はい、楽しみです。頑張ります。みんなさ、トレードショーお酒しか楽しみにしてないでしょ。私のそうだよ。でも去年のトレードショーで初めてお酒を飲むシーンを解禁したんですよ。今までそれまでは配信とかでお酒飲むことは言ってたけど、ファンの皆さんの前でお酒を飲んでる姿は見せたことなかった、さすがに。だって配信とかでさ飲んだらさ止められちゃうし、言ってはいたけど飲んだことはなかった。でもそれ全世界に発信したのが去年のトレードショーでそこからお酒キャラ強まった。それはあるかもね。確かにもうね、一回ね見せちゃったらもう何でもいいやってなっちゃったよねもう何でもいいやって思っちゃったし、なんかあの日は確かもう2日目の1日目、なんかもう序盤で飲んだの。これから何十社とリポートしなきゃいけないのにいけないのに序盤で飲んで、でもちゃんとリポートできたから、そうだから、あ、飲んでも自分は仕事できたってなっちゃってしたらもうなんか怖いものなくなっちゃった。でもそのおかげでね、まあ、酒の、食リポとかもできるようになったんだけど、ちゃんと仕事するんで飲んでもそうね。でも始まりはそこだったね。そういえば思い出しました、トレードショーだった。今年はしません。どうなんでしょう、今年もあるのかな。なんかみんなにはそこを一番期待されている気がしてそのやつじゃないからね燕三条のそのいろんな会社さんのこう作ってる製品を紹介する会であって、私のあの試飲公開会ではないんですよ仕事の幅は確かに増えましたね。いやほんとそう、もうトレードショーなんかなんていうの、ちゃんとリポートするみたいな、めっちゃ真面目な回なんですよ。真面目な回なのにすごい別のところですごい幅広がっちゃってまあなんか一石二鳥みたいなね。よかったよかった、か今年もできてすごい嬉しいです。はい、なので頑張りますアルコールたしなむかい違うでしょそう、それもそうだけど違いますよね違いますよね。分かんない。でも去年は結構ためらってた。去年はやっぱ皆さんにお酒飲む姿をまだ見せたことがなかったから、あの時はちょっとためらってたかもしれないけど、もう今年は本当に怖いものが何もなくなってしまったのでそうだから、あのまあちょーっとだけ楽しみにしてる自分もいるいやいや、本当にちゃんとリポートすることが私の一番の仕事なんで、ちょーっとだけちょーっとだけね。でもそれ、そう、それがあるから頑張れる。そうだよね、そうだよ、頑張ります。そう、でも前日レコメンなんですよ。1日目、トレードショーの1日目、レコメンがあって、次の日朝から多分トレードショーだから、そうだからちょっとちゃんと寝ないとちゃんと寝ないと回りやすくなっちゃいそうだから、それは気をつけますね。
オールナイトフジコほど遅くはならないから寝る時間もまああると思うけど。そう、ね、ちょそこだけね気をつけます。え、そうだよ、私今日も絶対早く寝た方がいい。てかもうさっきからずっと思ってたけど、私もこの今日の配信途中から自分で何喋ってるかずっと分かってないずっと分かってない。もうあ眠いなーとかって言う前から結構もうずっと自分で何喋ってんだろうなーって思ってる瞬間いっぱいあってえ、そうだ、もうお酒の話に逃げ始めた頃からもう多分頭回ってない頭回ってない。どうしてお酒の話し始めたのかももう覚えてない。メガジョッキの話したよね。え、なんでその話になったんだっけ。え、なんでジョッキの話したんだっけ。週末の話からその後分かる。ちょっと久しぶりの配信だと思ったのにもう忘れちゃった。まあいっか。もうこの時間まで来たらもうあと10分ちょっとぐらい頑張ろうかという気持ちもあるんだけど、どうする、どうする。わかる。でもこの10分早く切り上げたらお風呂入れる絶対。わかる。じゃあお風呂入ってくる。今日は絶対湯船キャンセルしない湯船キャンセルしない。そうでもこれさ一個聞いてほしい話があってさ、そのこの前のオールナイト富士子終わりホテルに着いたのが3時前とかだったので、もうあのその時は私とはるかとななみと一緒にエレベーターに乗ってて、あーでも3時前に帰ってこれてよかったねみたいな会話をして解散したんですよ。で次の日公園で、え昨日結局何時に何時に寝たみたいな話になって、で私すごいなんか自信げになんか2時44分に寝たと言って、私は本当にその時自分が2時45分に寝たと思って、だって一人で積もっちゃったそれで2時45分に寝たよってすごい自慢げに言っちゃったのみんなに。でもみんなにえ早すぎない早すぎないみたいなみーもしかしてフロキャンしたって言われてでもちゃんと入ったの、ちゃんと入ったし、なんならちょっと夜更かししたぐらいだったのね。だからえ2時45分に寝たし、ちゃんとお風呂入ってその時間に寝たよってフロキャンを疑われてもなお私は2時45分に寝た言い張っちゃったんだけどそう、でもその後にはるかがえでもさ昨日さナナミが3時前に帰ってこうやってよかったみたいな会話したよねって言われて、でそれで思い出してえ待ってしたわみたいな、えじゃあ3時45分の間違いだそこで初めて自分の間違いに気づいてそうわかる。なんで私
かたくなに2時45分に寝たと思ってたんだろう。そら、そりゃ風呂キャンとかあれめっちゃ面白かったんだよね。自分が信じられなかった最初。なんであんなに自慢げに2時45分に寝たよとかって言ったんだろうと思って、めっちゃ恥ずかしかった。本当に面白かったもうそれでしばらく昨日じゃないや、一昨日の公演前はいじられて公演前にみゆきのお風呂キャンしたよって七海にめっちゃ大声で言われてっていうのを騒いでました、昨日昨日じゃない一昨日そう、もうニキドラ本当に騒がしかった。この前一昨日一昨日がもう出てこないしてないんです。ちゃんとお風呂に入って寝ました。そう、でも本当にもうみんなもう冗談でね、冗談で風呂キャンしてもうこの髪型で公園出るって言ってたぐらいそう、でもちゃんとみんなお風呂入りました。みんな違う髪型になったでしょほんと面白い、うん、湯吹きはするね。ホテルの湯船だって私あんまり浸かりたくないもん、ユニットバス。そう、ほんとに面白かった。私の信じられないミスでプロキャンを疑われるっていう面白い。そう、危なかった。3時45分です、正しい時間。でもなぜか2時45分って言い張っちゃった面白かったん起きたのは6時半、6時半とかだったかな。深夜だったらみんな可愛かった。え、嬉しい、ありがとうございます。でもみんな結局その寝なかった。収録から本番までの間の時間はみんなでリハしてたから。え、そうでさ、なんかそのリハはその思い出いっぱい公演に次の日出るメンバーの7人でリハしてて、だからその次の日公演に出ないメンバーは普通になんかゆっくり過ごしてたんだけど、途中でレイちゃんが入ってきてれいちゃん新しいポジション作り始めて踊ってたの、めっちゃ可愛かった。なんかそれがみんなすごい仲良しで可愛いなって思って、新たなポジション作り始めてたのがすごい面白かった可愛い。だからみんなですごい和気あいあいとしながら本番まで迎えられたから、だから全然本番前はそんな眠くならなかったし、本番後もそんなに眠いってならなくて、そう、え、どのタイミングで眠いって感じたかな。昼夜の間でも結局寝なかったんだよな。一昨日は、昨日は昼夜の間寝たけど、一昨日は寝なくて、なんかうん、なんとかなってた、なんとかなってた。わ、結局10分、あと10分ちょっとどうしようとか言って喋っちゃって、あと5分しかなかったあと5分しかなかった。はるかの生誕祭の時眠くないですよ全然。なんか眠くはないんだけど、昼公演、その日の昼公演なんか顔が起きてない感じがした自分で。なんか起きてはいるんだけど、なんていうの、顔に力が入らない、アンパンマンみたい顔に力が入ってないなって。なんか多分これすごい眠そうな顔してるみたいな、顔に覇気がなかった気がする昼公演で。昼公演後のお見送りは逆に目バッキバキだった多分だから眠いってなんなかったけど、なんか顔の感覚がちょっと違ったかも、その日オールナイト藤子明けの昼公演。
公演中はなんかこう寝ぼけた顔をしてる感覚だったのに、お見送りってなってたなってた自信ある昼会の間違いないこと、え、嬉しい、ありがとうございます。あ、感じた、お見送りで眼圧感じましたか。いや、自分でちょっと目バキバキだった。嬉しい。間違いない。あと空き缶はちょっと怒ってた空き缶怒ってた。私何に怒ってたんだろう、自分もう覚えてないけど、なんか怒ってたよ私、昨日一昨日の空き缶。なんか気持ち強めだった。なんで怒ってたんだっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかに怒ってた夜勤への怒り違いますさあお仕事なめちゃんと言いますか。はい、空き缶ちょっと怒りぶつけてた。何の怒りかも忘れちゃったけどしたから大丈夫だよ大丈夫だよ。あ、やばい、ランキングを言います。心のこもったくたまれでもそうだったかもしれないよし、ランキングを読みます。13位トシさん、ありがとうございます。12位マーチンさん、ありがとうございます。11位石川ルペンさん、ありがとうございます。口が回ってない。10位カヤトさん、ありがとうございます。9位あやめさん、ありがとうございます。8位ヨシーさん、ありがとうございます。7位タムヒロさん、ありがとうございます。6位ラムさん、ありがとうございます。なんか口に空洞ない。5位のサラさん、ありがとうございます。4位ケイちゃんさん、ありがとうございます。3位ダイバーさん、ありがとうございます。2位ゆきだるまさん、ありがとうございます。1位ホシーさん、ありがとうございます。わあ、3連休が終わったよ、みんな頑張ろうね。明日もそう、NST 祭りもお持ちしてます。ぜひ、ありがとうございました。3連休ありがとう、公園に来てくださった方も、おしゃべり会に来てくださった方もありがとうございました。しかもこんな夜遅い時間まで付き合わせてめっちゃ申し訳ない。ありがとうございました。頑張れみんな、頑張れ。ありがとう。私はちゃんとお風呂に入るよちゃんとお風呂に入るからね。じゃあね、本当に眠い。ありがとうございました。はるかにミユのあくびでかいって言われた、この前